勝負どころというのを分かっているわけですね。そうなんですよ。レイパックスが入っている名古屋です。2人に囲まれてエサトンインサイドバスケットカウント。早かったので、なるほど、そういったことに対する何かアクションなのかもしれませんね。レイパックスジュニア、これは2ポイント決まりました。昨日は1得点で、はい、そして須田、エサトン、そしてレイパックスジュニア、キックアウトして左のコーナーから小林の3入りました。パークスのスピードが、いや、エルボーの位置からのショット。ああ、ここもパークスがタップしてボールを奪いました。しかしこぼれる。そしてそれを押し込んでいくパークス。いや、ここリバウンドですよね。しっかりオフェンスリバウンドを取って、はい、これでこうね、あのこぼれ球をつないで、でリングに当たったボールをしっかりと決めていく。スコットとのマッチアップになっていますが、囲まれる。パーツ出して最後もう一度パークスへ3ポイント。ちょっとクロックギリギリ。これは助けられましたね。